誰かがふざけてみんな俺の真似をしているだけなんだ。僕のテレビは寒さで画期的な色になり、とても醜いあの子はずっと魅力的な子に潰して消えた。今年の寒さは記録的なもの超えてしまうよ。わあ、毎日ウキウキ通りの世代、誰か指切りしようよ、僕と指切りしようよ、軽い嘘でもいいから、今日は一日張り詰めた気持ちでいたい。小指が僕に絡んで時が取れなくなれば、みんな笑ってくれるし、僕もそんなに悪い気はしないはずだよ。流れていくのは時間だけなのか、涙だけなのか。たいな、だけどできない理由はやっぱりただ自分が怖いだけなんだ。その優しさを密かに胸に抱いてる人はいつかノーベル賞でももらうつもりで頑張ってるんじゃないのか。震えているのは寒さのせいだろう。怖いんじゃないね。